筋で首が痛む原因を短時間で改善します。最初に首の痛みをチェックします。30秒間動かし続けてください。その時に首が痛くなると姿勢が崩れています。次は首の後ろを伸ばします。目線は斜め45度を向き、腕は頭をつかみ、もう片方の手は腰に回してください。強さニュートチキンは首の横側を伸ばします。目線は前を向き、頭の横側を掴んでゆっくり傾けます。呼吸は止めないようにしましょう。伸ばしている首と肩をぐっと引き離す意識でストレッチしましょう。首が痛くなる方は必ず伸ばしてください。首が痛い方はこの筋肉が固まり、頭が前に出やすいです。凝りをほぐして頭の位置を戻しましょう。最も固まりやすい胸の筋肉を伸ばします。肩の真下に肘を置き、曲げて肩をタッチ。そこから胸を床に近づけてください。うまく伸びない方は床に支えている手で踏ん張らないようにしましょう。肩甲骨が下がり、首の負担が減ります。体を背中で支えて、頭から足先まで一直線にします。手のひらの付け根で床を押して、お尻を高く上げると腹筋に効きます。手を後ろで組んで、肩を引きながら肩甲骨を下げます。この時に肩甲骨は寄せないことが大切です。最後にもう一度チェックします。顎を引いて、腕をまっすぐ伸ばしながらくるぶしにタッチしてください。首の痛みは減りましたか？あと少し頑張りましょう。
お疲れ様でした。首の痛みは普段の姿勢が原因です。毎日ストレッチしましょう。